それだけに。お。それだけに私は。来た。自分が許せないのです。来た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 。はい、皆さんこんにちは。ペルソナ5スクランブルファントムストライカーズをAmazonでポチった達也です。いや、ちょっとまだいつやるかは決めてないんですけど、絶対いつかやるんでっていうことでね、給料日の日にちょっと財布の紐も緩んでるタイミングでポチっちゃいました。なんかペルソナ5の無印の方の続編ということで、まあ、かすみちゃんとかね、丸木先生はロイヤルのキャラなので出てこないということなんですけど、まあ、正統派の続編ということでとても楽しみにしております。じゃあ今日はね、もう選挙まであと2日よ。なので今日ははるちゃんに会いに行きたいなと思います。はるちゃんがこれでコープランク10か。屋上に行こう。ああ、いないかと思ったらしゃがんでるだけだった。よ、あ、そう、ちょっと野菜先にパパって取ってきますね。よし、収穫と栽培が終わりました。じゃあ、はるちゃんのコープ最後。ありがとう。楽しみだな。実はね、会社行ってきたの。おお。そのことで報告とか話したいことがたくさんあって、これからお時間どうかな。付き合う。ありがとう。いえ。え、今まで喫茶店だったのになんで急に家になる。あ、そっか、付き合ってるからか。そりゃそうだよな。家行きたいよな。おじさまの美味しいコーヒーが飲みたいなっていいよね。声裏返ってそう。かわいい。さすが。味に深みがあります。ごめんね。てか今さっき気づいたんだけど、恋人との過ごす時って右下のジョーカーのロード画面ハート飛ぶんだね。いましたわ。みんな気づいてた。ジョーちゃん、コーヒーにハマってるらしいな。あとジョーカーにもどっぷりハマってるよ。危ないよ。おじさまの入れたてが飲みたくなったもので。それはでもあれだよ、ジョーカーに会いたいっていうのが一番の理由で、ついでだよ。嫌なことしか言わないな俺。嬉しいこと言ってくれるね。デレデレ。こいつの部屋だろ、持ってあがんな。お、空気読めるな。お言葉に甘えます。まあいろいろ察してるんだろうな。会社の件は会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきた。ほう。チェーン店の構想だけじゃなくて、会社の今後についてやお父様のことも。鬱陶しそうな顔の人もいたけど、最後にはしっかり聞いてくれた。あー、よかったね、思いが伝わったんだね。お疲れ様。緊張して気疲れしちゃった。いや絶対そうだよな。友人のお相手する機会はよくあったけど、本音をぶつけたことなんてなかったから。だって言うても18歳でしょ。そりゃね、だってそれこそ役員レベルの人間だったら50、60の人だっているわけだからね。そんな人に向かって自分の意見をちゃんと伝えるっても大変だよな。経営陣の皆さんとお話しして、奥村フーズは全部任せることに決めた。あ、そうなんだ。どの道私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし、信頼して大丈夫だって思えたの。よかった。それで私の将来の目標なんだけど、小さな喫茶店を個人で開こうと思うの。へえ。え、場所はルブランの隣とかどう？なんかダイニングバーあるけど。まあ勝手に潰れるだろう、ダイニングバーに関しては。コーヒー豆からサラダまで全部自家栽培、こだわりたいの。どうかな。めちゃくちゃいいと思う、応援する。おじいさまがやっていたような愛されるお店、ここも雰囲気が似てるかな。そうだね、ここは自称評論家、大物評論家みたいなやつしか来ないけど。きっとうまくいく。ありきたりな夢よね。全然全然。でもあなたに言ってもらえるとできる気がする。お店は卒業してすぐなんてつもりはないの。どっかで修行するのかな。一時のやる気だけじゃ道楽だもの。勉強して腕も知識も磨かなきゃ。なるほどね。
じゃあそういうなんか資格とかね、栄養士の資格を取りつつとか、なんか学校とか通ったりするのかな。いっそルブランに弟子入りしようかしら。いや、やめといた方がいいそれはやめといた方がいいよ。うん、カレーしか作れない体になっちゃうよあ、そうそう、コキ使われるよ。やめとけやめとけ実感がこもってる実際叶えるのはすごく大変だと思う、うん、でも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなれたんだもの、うん、そうだね。ジョーカーが浮気してると知った瞬間、正義のヒロインが悲劇のヒロインになるけど、あ、ゲフンゲフンごめんごめん、つい余計なことを言っちゃうんです。僕強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはず。うん、もしあなたと出会ってなかったら、そう考えるたびにゾッとする。好きでもない、尊敬もできない人のところに嫁いで、うん、ひどい人生になってたかもしれないのに。あいつボロクソ言われてんだ一緒になれてよかった。うん、よかったね。ごめんなさい、変な言い方しちゃった。うん、なんかあれだね、もうジョーカーが言い名付けみたいなジョーカーと結婚するみたいな話になってない？大丈夫？うん、仲間になれてよかったっていうか、いや、女性キャラのさ、照れ顔でさ、はるちゃん一番可愛いかもしんないな。なんか顔に合ってるよね、この頬の染まり方。仲間だけ、やめろやめろ。ド S っぷりを発揮するな、言葉詰めするな、お前はうん、そりゃそうなるよ。あなたさえいてくれたら私もう大丈夫。うん、ここ昨日別の女の子と座ってたソファーだけど大丈夫かなその子は膝と膝くっつけてたけど大丈夫かな。はるちゃんと同じ学年の子なんだけどもしもあなたが大変な時は必ず助ける。うん、人生を救われたんだもの、私の命に変えてもよ。うん、やれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの。いいね、ハルトの固い絆を感じる。あ、そうだそうだ、マックスなんかいつもこれ忘れちゃう。どんな感じに進化するんだろう。じゃあここはしっかり聞きましょう。何時ここにちぎりを血盟の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時女帝の究極なる非業に目覚めたり、無人の力を何時に与え。女帝ね。はあ、超覚醒。うん、どんな進化するんだろう、めちゃくちゃ楽しみ。よし、マザーハーロット、何それ、最強ペルソナ。わあ、それもまた作ってみたいな。わあ、この音楽好き。どうなるんだろう、全く想像ができない。おおおおかっこいい。めちゃくちゃビジュアル好き。かっこよすぎるだろこれ。ちょっとリュウジっぽいね。スカル要素もあるけど、かっこいい。よし、ミラディからアスタルテ。はあ、アスタルテね、かっこいい。マジビジュアル活かしてるよな、ペルソナ。はあ、コーヒーいただいたらなんだか目が冴えてきちゃった。お、どうしたどうした。だからん、そのなんだい、今日はもう少し一緒にいたいな逆なんだか眠くなってきちゃっただったらわかるけど、目が冴えたから一緒にいるってどういうことまあいいのかな。はあ、ハルと二人きりの時間を過ごした。遅くなってきたので駅まで送った。遅くなるまで何やってた毎回ここ気になる。はあ、隔熱見切り、ああ見切り系ね。じゃあどれ消そうかな。どれ消そう見切り系いるから。いやでもそうだよね、弱点を、あ、でも隔熱属性、あ、そうだね、弱点を使われるのはあれだから、
まあ、モニターシャワーとかいらねえか。うん。よし。はあ。お、夜。最後のお願いに参りました。指導正義。指導正義でござい、え、本人いるの？ああ。あれかな？録音テープかな？選挙カーうるせえ。有権者の皆様からご支援をいただきたく。もう投票日だもんな。指導正義。指導正義をよろしくお願いいたします。必死だな。おう、帰ったか。ただいま。あれ？ちょっと待って。おい、なんで、なんでさ、せめて総次郎かさ、ひふみ、どっちかを出ててくれよ。なんでどっちもいないパターンがあんだよ。もうあとわずかなのにホープ。とりあえずコインランドリー行くか。お、なんだお前、お前そんなとこいたっけ。いやー、雪の日の銭湯はたまらないな。そうだよ、お前雪なのになんで半袖なんだ。この銭湯、雨や雪の日になると湯加減をいじくる小さな人もするなんだそいつ怪奇じゃん、もののけの類じゃんそれ。度胸試しの半ズボンチャレンジ、いや熱湯チャレンジ、君も試せば。あー、じゃあどうせやることないし行くかちょうど度胸あげたいしな。の前に、うん、じゃあよろしく。俺ちょっとあの一っぷろ浴びてくるから最低。どうする？入ろう。今日は魅力じゃないんだよ。うん、熱湯チャレンジ、熱湯チャレンジに来てるんだよ俺は。やけに熱い湯だ、のぼせる前に上がろう。どうした？シュールすぎる。おい、奥の坊主、奥の坊主、今すぐお父さんかお母さんを呼んできてくれお兄ちゃんが倒れてるってのぼせてるじゃねえか、大丈夫かよ。さっぱりしたとはいえ気をつけないとなあれ、さっきのチャレンジってあれ、今日はできないんだっけ。なんだよ。あ、度胸上がった、これもしかして。あ、よかった、ちょっとは度胸上がったな。7。うん、帰ろ帰ろ、すぐそこなんだから頑張れああ、毎回忘れるな。よし。うん、ありがとう。さあ、とうとう前日か。わあ、ついにって感じだな。さてと。うん。じゃあ、今日はアフターバーあげれる、ゆうすけ。じゃあ、まずは装備見よう装備見たいよね。またなんか強い装備とかできてないかな。あ、これいいじゃん、モルガナのやつ。うん、あ、違ったわ、装備してたあれ、今回もしかしてあまり強いのなかった系。あ、これぐらいか。あー、双葉あんまり外れだったな。じゃあ今日何しよっかな。え、迷う。じゃあ、はるちゃんとのデートイベントも見てみたいよね。マックスになったし。屋上に行こう。遊びに出かけよう。うん。どこがいいかな。みんなが普段行くようなところ、私も行ってみたいな。普段行く場所、原宿。ああ。大きい久保ラーメン。あ、でもラーメン食べてるはるちゃんも見てみたいな。あ、秋葉原もいいね。え、銀座？ちょっと銀座行ったことねえな。あ、月島もんじゃも行けるのか。ちょ、銀座行くか。うん。高級寿司屋。いや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 。ちょっと待って。はるちゃん一番行き慣れてるだろ、ここ。じゃあ、秋葉原行ってみるか。うん。行こう、家電量販店。どんなものがあるか楽しみだね。じゃあ、行きましょう。うん。どうしよう、ブラックカードとかでこっからここまで全部くださいとか言い始めたら。ね、賑やかだね。店員さんの接客術からいろいろ学べそうよ。それに最新家電も気になっちゃって。よし、早速見てまいりましょう。あ、いい、なんか高校生のデートっぽい。冷蔵庫が喋ってたよ。賞味期限教えてくれるのは便利だね。コーヒーメーカーも多機能なのに安くってびっくりしちゃった。
どうしよう、はるちゃんの言う安いがコーヒーメーカー10万円くらいのやつだったら絶対金銭感覚合うわけないからだ。まだ高いっすね。庶民は買えないっすよ、そんなんじゃ。ふふ、こういうお店って値下げ交渉ができるんだっけ。そうそうそう、僕昔以前某大手家電量販店のなんか短期のバイトとかやってましたけど、もう各家電のところにもう札のなんか暗号みたいなやつがあって、もういくらまで下げれるって最初からあるんですよ。何の話ところで園芸コーナーもあるんだよね、ちょっと覗いてみたいかも。あ、行こう行こう。何階に行けばいいのかな、広くて迷子になりそう。双葉みたいなこと言ってる。ん、彼にとって身近でないもの、ウミャーボーじゃないこれ一番身近じゃないでしょ。身近じゃん、ブランド香水なんて身近すぎるでしょ。お花を愛する、あ、お花好きだよね、だって野菜好きなんだから。どう、あー、よかった、お花が映える素敵な花瓶だね。このサイズなら剪定しちゃったつぼみも育てられるかも。あー、よかった、ちゃんと久しぶりにプレゼント喜んでもらえた。帰ろう帰ろう、お家に帰ろう、シチューを食べようただいまー。さてと、あー、そうだ、じゃあ明日じゃん。ついに明日だよ、どこも選挙で大騒ぎ、祭りか。候補者も頑張ってたね、投票は明日だから。まだ動きなしか。虎之助もさ、なんか出馬してるかな、票入れたいな。あの野郎バックれてないよな、もう一回電波ジャックするか。それはありだね、待って目立つことは控えないと。選挙後の特番とかなら出てくるかもね。それいつだよ、結果が出てからなら明日の夜ね、その時にでも罪を自白してくれれば。なるほどね。いよいよ明日か、我が輩たちの仕事は終わってる、見守るしかないな。確かに、いやードキドキしてきた。あ、とうとう宗次郎、あー、よかった、最終滑り込みセーフって感じかな。じゃあ今日は宗次郎のコープをやりましょう。はい、今から双葉と教会に行くんだ。教会、いきなりで悪いがお前もついてこい。クリスチャンか、ちげえよ、若葉の墓参りだ。あ、ごめん、そんな時に中ボケて。よし、すぐ出るぞ、3分で支度してこい。墓参りか、若葉の命日は毎年やってたが、会いに来るのは久しぶりだな、店が忙しくてなかなか来れなくて。いや、罪悪感で来れなかったんだ、若葉に怒られる気がしてよ。宗次郎、けどやっと胸張って若葉に顔向けできたよ。双葉の顔も見せてやれた。若葉さんもびっくりしてるよ、きっと。双葉がこんなに元気に明るくなって。随分待たせちまったが、ちゃんと双葉と向き合えたって報告してきた。いい話や。お？それとお前のことも紹介しといたぞ。え、なんて紹介してくれたの？よかった、よかった、他人事すぎるだろ。ありがとう。バカ、礼を言うな、こっちだ。そういや、揃って顔を合わせるのは今日が初めてになるんだな。宗次郎、なんで半笑い？ああ、揃った。ニュー桜家だ。心から笑ってんだ。その顔好き。いいな。ああ、そうだ。報告しとくよ。火災から電話が来てな。双葉のおじが訴えを取り下げたらしい。よかった。安心しました。お前なんだろ？もちろん。あいつもいつか嫁に行く日が来んのかね。ねえ。ちょっと俺も絶対双葉だけは彼女にしないって決めた。宗次郎に悪すぎる。これで双葉まで彼女にしたらもう終わりだよ、ジョーカーは。双葉は家族だよ。あいつ将来絶対いい女になるぞ。なんて言ったって若葉の娘だからな。そして宗次郎の娘だからな。たく、
娘を持つ父親ってな。こんな気苦労してんのかよ。ね。店を手伝わせるだけのつもりがよ、うん、守るべき家族があったことまで気づかせてくれやがった、うん、双葉とそれとお前な。やっぱりこういう目上の人、男はね、目上の男の人に認められるっていうのがすごく嬉しいんだよな。頼りになんねえかもしれねえけど、うん、何かあったら遠慮せずに言えよ。すぐ言う。そん時はお前の力になる。うん、家族として。あーいいな。俺ちょっとコープ10めちゃくちゃ、なんかコープランク10めちゃくちゃボロ泣きするんじゃないかなと思ったけど、なんかすごい爽やか、うーん、すごい清々しい気持ちです僕は。あとはそうだな、ん、俺の教えられること全部教えてやる。うん、もうお前は一人前だ。やった。まだまだ恩を返すには足りねえが、俺にできんのはそんくらいだ。十分だよ。宗次郎との固い絆を感じる。はあ、最後しっかり見ましょう。何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時法王の究極なる秘王に目覚めた。法王か。無人の力を何時に与え、うん、いやー、ついに宗次郎のコープもランク10か。ルブランカレーの極意、非戦闘時にパーティー全体の SP をさらに大きく回復する。おー素晴らしい。よし、やったー。さあ交流。あ、そう、なんかねコメントでね、宗次郎のコープ10のペルソナをぜひ使ってくださいみたいなコメントあったんだよな。交流か、ちょっと見てみたい。あとは言っとくわ、ん、双葉とそんなんとかできれば勘弁してくれな。おお、任せろ。それはちょっと俺もね、さすがの俺もね、そこまで人間腐ってない。お前にお父さんとか言われるのは想像ができ。まあ、あ、でもお前ならそこまで認めてくれてんの。え、今俺現時点で6股してるよ。これはマジで双葉を彼女にするときは一途パターンじゃないとちょっとダメだね、これはね。さっきから何話してんの。いや、いい天気だなーって、うん、なんかインフルエンザ流行ってるらしいよって、そういう話してた。なんでもねえよ。お腹すいた、カレー。おう、俺が作ってやる。はいはい、帰るか。うん、わあ、めっちゃいい話。はあ、指導くんの体調はなんとか戻ったらしいね。明日の会見の準備を始めているようですよ。周辺はバタバタしてるようですが、しかしとんでもない圧勝になりそうだな。いよいよ新総理の誕生か。歴史が動くぞ。まあある意味歴史的な日になるんでしょうね。さあ18日、わあ、ついに来てしまった。18日だ、選挙だ、 X デーだ。残念ながら世論は変わってない。指導の圧勝でしょうね。改心は間に合わなかったか。でもやれることはやったし、待つしかないね。そういえば宣戦布告の映像もテレビに出なかったな。マジ？私もそれ思った。逆に圧力かかってんのが丸出し感やべえ。丸出しってカタカナにするのやめてもらっていい？めちゃくちゃ読みづらかったから。指導一人の力じゃできないことよ。元凶はもっと別のところにあるのかもね。よくわかんねえけど、とりあえず開始待ちなんだよな。そうだな、選挙の結果を待ちましょう。よし、じゃあ今日はなんか活動できるのかな。出口調査の結果見た？やっぱり指導の圧勝だな。こちら渋谷駅前です。指導正義氏の当選確実は。投票って何時まで？指導氏の照準は早くも次の総裁選に。なんかもういろいろと動いてるんだ。あ、一気に夜になっちゃった。やっぱそうだよな。コープ活動多分できないと思ってたよ。ってことはひふみんが、うわー、ちょい残し、投票場混んでたね。
出口調査です。どの候補に投票を。選挙速報のコメントが楽しみだね。やっぱり当選確実か。指導人気の影響か、新宿でも投票率は高く。さあどうなる。もうずっとこれじゃん。こちら静寂に包まれた議事堂前から中継です。出口調査によると、投票率は前回と比べ、その中で圧倒的な支持を集めた指導氏。市の総理就任はもはや確実と言われ、いよいよ指導氏の掲げる政策の実現が。お、来たぞ来たぞ、ついに。今回の当選は、あれ、国民の皆々様のお力添えの賜物と身に染みる思いでございます。なんかお前普通じゃない。やっぱ指導だよな。選挙やるまでもなかったよね。それだけに、お、それだけに私は来た。自分が許せないのです。来た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 。奥村氏が他界したのは、死を葬ったのは、よし私です。よし、一連のショッキングな事件を怪盗団の仕業だと情報操作したのもこの私です。全部吐け。人の心を操作し、自分の手を汚さぬまま多くの被害者を生み出していたのは私なんです。うん、お前だ。全ては私自身の出世、いや私利私欲のためでした。なんだ。私は国家という船を我が物にする野心のため、人の命すら踏み台にしてきた。あ、ちゃんと全部言うね。てかさ、指導が改心させられたって周り気づいてるんだからさ、喋らせるなよな。普通に考えてさ、どんな罪状で裁かれても足りぬ滞在人なのです、いや本当にそれはそう。すべて告白します。皆さん、どうか私を裁いてください。おこの命をもって償えるなら、今すぐにでも裁いてほしい。さばいてやるよ。あ、ちょっと止めるな止めるな。ちょっと何、指導さん。最後まで見せろ。嘘だ、指導さん。取り乱すな。ちょっと切り替えが早すぎる。もう祝勝会じゃみんないる。みんなグラス持て。え、これ何。え、ウーバーイーツウーバーイーツで頼んだ。絶対ウーバーイーツだよね。このお店カレー以外出せないもん。お、じゃあ僭越ながら、この旅は仕切り出した。いいだろ、一番年長者なんだから。まあそう言わないで。文句あんなら指導に言え。ピンバッジなんかに即三文だからな。じゃあその諸悪の根源、指導正義をついに。お母さんの仇取れた。皆さんのおかげです。わあ、声が震えてる。こういうの苦手なはずの双葉が頑張って言ってくれた。ありがとう。泣いちゃう。私もお父様の無念を晴らせました。頑張ったよね。みんなね。本当に。やっぱり銀座だ。みんなで銀座に繰り出そう。高級寿司だ今日は。総長の頼む。指導は有罪なのよね、お姉ちゃん。あれでも証拠とかあるの？廃人化の。今すぐ起訴するのは難しい。だよね。でも。余罪の因果関係が立証できるまで徹底的にやるから、頼むわ。きっと若葉さんの研究結果が日本を救うことになる。俺らが証言してもいいんだぜ。やめとけやめとけ、表に出るな。余計なこと言いそうだから。リュウジは、ありがとう。でも大丈夫。あなたたちに余計な権威を増やしたくないし。そう、本当にそれ。いい加減大人がしっかりしてるとこ示させてよ。頼むわ。こいつの学校はどうなった。ああ、確かに復学して大丈夫だと思うわ。あ、本当に。確かにあなたの顔は関係者に割れてしまっている。うん、けど
いきなり捕まえに来るような強硬な手段には出ないと思う。大丈夫かな。少なくとも指導の自白の混乱と自殺報道の騒ぎが収まるまではね。いずれ私とあなたが槍玉に挙げられる事態は避けられないでしょうけど。え、そうなの。死んだと見せかけた喧嘩。もともと警察がしっかりしてる。いや本当にだよ。こんなことも起きなかったのによ。いやでもそして明智はやっぱりないのかな。まあもちろん明智がね直接手を下してたわけだけど、なんかこの場に明智もいてほしかったな。もちろんできる限りのことはするつもりよ。今度は私があなたたちを守る。指導の基礎はその一歩ね。うん。なあ。乾杯するんだ。そうだね、ユウスケ。まあ、腹減ってるもんな、絶対。そうだな。乾杯だ。お。本日は。あ、いらん。長い長い。乾杯。乾杯。俺リュウジと一緒思考回路が。あー、いい。乾杯。乾杯。お。誰だこんな時に。私行くわ。あ。指導が病院に搬送されたって。そんな一切れぐらい食べてけばいいのに。ああそうだ、打ち上げもいいけどほどほどにね。ん？せっかく彼も戻ったんだし、学業にも本腰入れないと。あ、リュウジは今耳が痛いでしょ。現実に戻されてる。めちゃくちゃ冷めるようなこと言ってからどっか行っちゃった。見たよ、会見。ああ三島、そうだよ、三島もさ、ここにさっきの祝勝会いてほしかったな。でもおかしいんだ、反響がないっていうか。あんな派手に告白したのにサイトの書き込みも増えない。え？テレビも選挙結果だけ、回答団のことはまるでスルー。なんか変じゃない？気になる。やっぱおかしいよな。予告の後も指示が伸びなくてもどかしかった。とにかくアンケートを変えてみる。決着がついたのに応援しますか？じゃ変だしね。もう一度世間に問うんだ。待っててくれ。よくわからんが何を聞く気だ。確かに教えてほしい。まあ人気のことは置いとこうぜ。うん。三島の好きにさせといてやれ。まあ好きにさせるだけ信頼してるってことだね。はあ。お。今日、あ、トラナスケ。めっちゃ嬉しい俺。マジで嬉しい。よかった、おめでとう。まあ全体としては指導浸透の圧勝だったが、それでも私の地道な主張に賛同する人もいたということだね。世の中まだまだ捨てたもんじゃない。ともあれ君なしにこの結果はなかった。ありがとう。でもこれからが本当の戦いだ。お互い頑張ろう。あーめっちゃ嬉しかった。あ、これももしかしてコープランク10になってないと起きないイベントなのかな。うわーめっちゃ嬉しい。怪盗団完全勝利。なにこれ。怪盗団完全勝利。アクア倒れた。第1部か第2部があるみたいな言い方やめろ。オンフ。写真撮るの忘れた。リュウジの泣き顔ならあるか。いい写真。なんな今。3件目なんこれ。はしご酒してるよお前。てめえいつの間に。達也に感謝の言葉をひたすら並べていた時だ。そういう解説はいいんだよ。でも本当に感慨深いよね。だね。まだ油断はできないけどさ、やり遂げたって思ってもいいよね。そうね。今はやったった感に浸りましょう。はあ、面白かった。ということで、じゃあキリがいいから本日はここまでにしておこうかな。いやー、じゃあこの後どうなるんだろう。え、学校に復帰？そっか、明日月曜日か。学校とりあえず行くのかな。ベッキーも喜ぶだろうな、自分の彼氏が戻ってきて。いびつな関係。ということで、今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方お待ちしております。はぁ、ペルソナ5最高だな。もうまだ全然クリアしてないのに今の時点でもう俺なんか達成感が半端ないもん。これ全クリした後のさ、なんだろう、もう終わった感めちゃくちゃ寂しいだろうな。はい。ということでありがとうございました。バイバーイ。